こんにちは。今日はね、7月の28日とかだと思うんですけども、こんなものがついてますが、今日は江戸東京博物館に来ました。東京の両国でございます。公式にですね、取材のご協力までいただきまして、今日はこれを見物すると。うちのチャンネルでいろいろね、最近東京の観光の動画出してますが、ここは江戸と東京と私が最近やってるような動画の内容とも大変近いところでありますので、ぜひですね、これまでの動画のある程度総集編と思って皆さんにお楽しみいただいて、スーツ旅行チャンネルのこれまでの動画見てもらった方に特に楽しんでもらえる会にできたらいいなと思っております。でそれからもう一個なんですけど、ちょっと長い話で恐縮ですが、コロナウイルスのね、いろいろ流行ってる中で身近な観光をするといいんじゃないかということをいろいろ提案されておりまして、で、それもね、この動画を通じて皆さんにご提案できたらなと思います。要するに自分の近くにあるもの、こういうものを見て自分の土地を知って、それに愛着を持ってね、自分の近所にお金を落として、でそれで身近な観光を楽しんで経済も回しながら、なるべく感染も広げないようにするみたいな、そういうやり方もありなんじゃないかなと思いまして、一つの提案をさせていただければと思います。じゃあ江戸東京博物館さん、本日はご協力いただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いします。江戸東京博物館の名物って言ったらね、最初のエスカレーターと、あとこの日本橋が2大の分かりやすい名物かなと思うんです。小学生の時に来た時は感動しましたね。これ落ちたら死ぬのかなとか、そんなことばっか当時は考えてましたけど、立派な橋に見えますが、これ実物はですね、もっと大きく、これの2倍ほどあります。現在はね、日本橋、うちのチャンネル見てくれてる方、頻繁に出てるから分かると思うんですけど、ここ中央通りですね。この間安西さんに車を運転してもらってね、通ったところで、下に地下鉄の銀座線が通っております。ここが道路の起点ということになってるわけですけど、まっすぐ行きまして、左側が日本橋の三越本店と、で、もうちょっと進めば上の神田、そういう方向になります。東京にあります日本橋は相当やっぱり江戸時代から大事にされておりまして、江戸時代の東京の3大有名な橋というのかな、日本橋とそれから京橋と新橋と3つありました。全部で銀座線の駅として今でも立派になっておりますが、実在して現存している橋としてまだ続いているのは日本橋だけです。京橋も新橋も今では埋め立てられちゃって、あんまりみんなが聞くことはないと思います。でその日本橋界隈、ここが日本橋北詰めなわけですけど、もうちょっと進むとね、三越があるところですが、今から皆さんに三越をご覧いただきます。渡りますとすぐにこんな立派な模型があるんですけども、さっきね、渡ってきた日本橋のこの北半分がここにありまして、で今ですね、皆さんがご覧いただいているのが中央通りでございます。これまっすぐ行くと、上野とかね、新橋とか、失礼、上野とか、それから神田とか、そういうところに行きますが、今見ていただいて人がずらっと並んでいるこの道は、今の中央通りよりは少し細いのかなという気がします。日本橋ができたのは1603年ですが、それから40年、50年ぐらい経ちて、江戸市中のほとんどが焼けてしまう明暦の大火という、とんでもない大火事が起こりまして、もう江戸のほとんどは本当に廃人に帰するということになったそうです。でその反省から、もっと道を広げて、火事が燃え広がるのを防ぐということをいろいろ考えまして、でそして道が現在のような広さになったんだそうでございます。左側にね、越後屋呉服店とかが、まだこの写真の、この模型の頃だともしかしたら並んでないのかもしれませんけども、後ほど越後屋呉服店の看板もここにありますので、なかなか面白いと思います。三越の西館がここにあってですね、でこっちが本店で、ここのなんか今ね、これ担いでる人がいる、だいたいここら辺に多分これを日銀本店があるのは多分この辺りなんじゃないかなと思いますけどね。その明暦の大火がいかにひどいものであったかというのはこれですけども、東京はですね、本当災害とともにどんどん大きくまた発展してきたようなところであります。災害から復活するときに、どうせ復活するんだったらもっと立派に便利な東京を江戸にしようということをいっぱいやってきたわけなんですけども、ともかくですね、明暦の大火というのはもう凄まじく、風が吹いてきてこのように燃え広がりまして、江戸城の中まで燃えてしまってですね、立派な江戸城の天守閣、それも明暦の大火の時に焼失をして、そして再建されなかったそうです。本当にさまざまな建物がね、明暦の大火事で焼けてしまったようですけど、ここにあるこの建物、越前松平家の、これも大名屋敷でございまして、やはり明暦の大火の時に焼けてしまったんですが、これ現在のどこにあったかと言いますと、皇居外苑のですね、東京駅からほど近いところの、パレスホテル東京かな、それが建っていたところとほとんど全く同じ場所にあるそうです。意外と大昔のその土地ってそのまんま使われていたりするんですよね。だからね、東京の高級ホテルとかに泊まった時に、ここもともと何だったのかなとか思いながら、そこに泊まる、そこに滞在する、意外と楽しいことになりますよ。
そしたらですね、次に東京、まあ、昔の江戸がね、どのように発展してきたのかっていうのを見てみようと思うんですが、まあ、これですね、ちょっと私のカメラで拡大して皆さんにご覧に入れますけども、もともと江戸というのはですね、こんな感じの形で、一体何が何やらよくわからないというところなんですが、この江戸前島と書いてあるここですけどね、前島という呼び方でよかったか知りませんが、ここの、まあ、一番先端のちょっと膨らんでいるあたりが銀座で、真ん中のあたりが、まあ、東京駅のちょっと先、八重洲と呼ばれているところです。まあ、なんで八重洲と洲という海に使う言葉を使うのかというと、まあ、要するにあの辺がこういった地形であったからというわけでございます。で、もともと存在していた神田山という山をですね、今のお茶の水のところにあった山を切り崩して、そして日比谷の入江のところへ入れまして、それを陸地のこのような形にするということになったわけでございます。まあ、これですね。まあ、だいぶね、今よりはまだ見慣れたような地形になってくるのかなという感じがしますが、今度ここからですね、海のところを見てもらうと、佃島と書いてあるのが目につきます。で、この島も、この確か埋め立てで作ったやつだったんじゃないかと思いますけどね。この佃島は、これも江戸時代の時にですね、徳川家康が、なんか大阪の方で命をなくしかけるみたいな、その大変なことになったそうでして、それで佃島という大阪の方にあった島に住んでいた人たちに助けてもらったんで、じゃあ江戸の方にも佃島作りましたから、どうぞ命をあの時助けてくださった皆さん、ここに住んでくださいということになったのが佃島の始まりだそうです。現在はタワーマンションとかが並んでる高級住宅地に、ね、なってますけども、私の動画でもよく出てきます。まあ、まだねこれでも東京の基本的な形はできてませんが、まあ、その後にまた、山のですね現在の中央線が走っているようなあたりに神田川というのは人工的に掘ったりですね、江戸のあちこちに水運を巡らせるということをしまして、そして物を運びやすくしました。まあ、今で言えば首都高速道路を、ね、掘り進めるような感じですけれど、水が通っていて船が来ないと、やはり昔は荷物をたくさん運ぶということは難しかったそうです。で、またさらにですね、徳川、これ家光の頃って書いてそうだな、になりますと、いよいよ江戸城の周りをですね、こうぐるっとこう取り囲むようなことが始まりまして、それで周りを取り囲んだ、これが外堀ですけども、まあ、現在はこれも外堀通りと立派な道になってね、この間は天皇陛下のパレードなんかがあったのがこの辺りです。で、その後ですね、明暦の大火が起こって江戸が燃えてしまったわけですけど、じゃ燃えたその後どうしたかというと、やはりまたそれで道を立派に作り直したっていうこともあったんですが、まあ、その他に江戸のエリアを広げましょうということで、もともとですね、東京江戸はもうこのぐらいの範囲だったんですが、それをもっと広げようということで、さらに大きな隅田川、これを渡った先のところも、開発をすることになりました。で、現在私がおりますですね、この両国とか本庄とかそういったところですけども、ちょうどここに両国橋と書いてあって、この橋が架けられたのが、明暦の大火があってから、まあ、大体10年ちょっと経ってぐらいのことです。で、渡り始めたこの辺り、昔は江戸ではなかったんですが、まあ、後にはここも江戸扱いということになり、江戸東京博物館もですね、江戸時代が始まった時にはまだ江戸ではなかった場所のすぐ脇のところに立っているということになります。最終的にはね、この隅田川にもいろんな橋が立派に架けられまして、一体的な大きな町になりましたけど、まあ、それと同時に人口もどんどん増えていったんで、火事をきっかけに江戸の再開発をして、どんどん町を広げていったっていうのは結構いい考えだったんじゃないかなと個人的には思いますけどね。立派なこんな屏風があります。まあ、ちょっとね見ていただこうと思いますが、まずこちら、これ日本橋ですね、さっきから紹介しておりまして、左側が、銀座線の新橋渋谷方面で、右側が銀座線上の浅草方面です。で、まあ、ここに三越とかいろいろあるということです。で、まあ、もう少し進んでみますと、他にはですね、例えばここ東照大権現って書いてあるのがね、ここにありますけども、この東照大権現、まあ、これは何かと言いますと、これは寛永寺、要するに徳川家のですね、徳川家康とかを祀っているのが、ここのお寺になるよということでして、まあ、これは昔の上野でございます。で、この広い土地を使って、明治になってから、じゃあこんなに土地がたくさんあるならと、鉄道を敷いてですね、東北本線などが通ることになりました。で、さらにもう少し先へ進みますと、中山道ということで、もっとさらに北の方へ行くわけなんですが、こちらにですね、見慣れた名前の土地があるんですけども、これ板橋ですね。板橋鹿さんがたくさんですね、おります。どいなかですよ。江戸時代の地元板橋区はですね、このような完全なるどいなかでございまして、全く江戸という扱いでもありませんでした。まあ、さもね、東京都民であるかのように、まあ、実際東京生まれ、東京育ちなのは間違いないんですが、言っておりますが、まあ結局こんな片田舎だったところです。江戸から一つ離れたですね、お隣の宿場町の私の生まれたところの昔の姿でございます。ここに今度はこんな立派なですね、まあ、書いてあるのを読みますと、ボタン唐草バル十本蒔絵女乗り物というふうに書いてありますけども、まあ、これですね、
あの要するに、まあ、まあ、皆さんもねご覧になったことあると思うんですが、これ見てどう思います？あの、ね、僕はちょっとね、あの狭すぎるんじゃないかなと思うんですけど、あのこれ外側をこんな立派にしなくていいからね、これ多分作るのめちゃくちゃお金かかると思うんです。 そういうのは別にいいから、あのもうちょっとなんか足を伸ばしてなんか寝られるようになったりとか、あのそういう方がいいんじゃないかな。飛行機 の、 あの国際線乗っててなんかあの全部に金箔貼ったピカピカのエコノミークラスが座ってもしょうがないじゃないですか。それより適当な作りでもいいからね、あのちゃんと横になって寝られるビジネスの方がいいと思うんですけど、なんでこういう方向に豪華にしちゃったかなっていつも見てて思うんですよね。チリの話ばっかりしましたけども、あの今度はですね、あの庶民の暮らしのコーナー、これもなかなか面白い、いろいろ体験コーナーがあるんですが、あの今新型コロナウイルスの関係でできるものできないものありますが、あれはできるのかな、どうだろうな、これできるんだろうな、ちょっと見てみましょう。残念、この間来た時は、ね、これできたんですけど、あの実は今回にあたってあの3回ぐらい下見してるんですが、ちょっと今できないようですけどね、あの声だめあるわけですよ。この中に、まあ、多分人の大小便とかね、あのそういうものをこう入れて、持ち運んで、これはあのいろんなところからこうもらってきたりとかするんですが、どのぐらい重いか体験してみましょうみたいな。これ持てるんだけどね、あの肩がもうバキバキに痛くなっちゃってね、あの肩がなんかもう壊れるんじゃないかなみたいな、そういうその危険を感じる重さでしたんで、まあ、ちょっとあの無理しない方がいいんじゃないかなと思う。昔の人はどうやって持ってたのかなって大変気になります。一人で持ってたそうです。多分ね、20キロから30キロぐらいあるんじゃないかな。あとはこれですね、あの庶民のよく住んでる、まあ、皆さんもご存知だと思います長屋ですけども、割と中なんか見るとそんな今と変わんないんじゃないかと思いますが、大きく変わってるようなところ別にないんじゃないの。あの今ここにあるようなものが多少新しくなってる程度でね、なんですが、あの、まあ、大きく違うところとして、あのこれであの一人の人のお家ということなんですけども、あの上面水道がないですね。トイレとそれからあの水道はあのなくてですね、昔は共同ということになっております。まず浄水道がこうです。ちょうどここに、浄水井戸の構造というふうに書いてありまして、読みます。江戸市中には浄水を流す火が道路下に埋設され水を供給していたということですけども、じゃあこのね、井戸の中を、ちょっと失礼、覗いてみればまあわかるんですが、あのこれ覗くと、あのそこがもうすぐそこのところまで来てると、あこの浅いじゃないかと、これは結局展示の都合でね、あのそんなにあの井戸を近くまで掘ることもできないから、だからこういうふうに江戸東京博物館で知ってるんだろうと、まあ、そういう事情もあるのかもしれないですけども、それ以上にですね、あの普通井戸っていうとあの地下深くまであの掘って、それをあのこう地下水をこう汲み上げてくるっていうのがあの普通のイメージなのかなと思うんですが、まあ、実はあの江戸はもともとさっき皆さんにご覧に入れたように全部埋め立て地でしたので、そこを掘ってもあの海水とかしか出てこないと、あんまりあの飲み水が用意できないから、だからあの江戸はもうあらかじめ浄水道というのをですね、あの用意して、そしてこのまあ、カゴというか桶の下のところにですね、水がこうダーッと流れるようになってまして、でそこから、こういうものをこう使って持っていいのか分かんないんでやめてきますけど、これでよしとこう汲んでですね、それで、まあ、お食事の水に使ったりとかすると、まあ、多分それがあのここの、ね、水 の、 あの流れるところでもあるのかなと思うんですけど、まずこれがあの浄水道の方です。で続いてこちらの下水道でございますけども、あのこれはですね、まず男性用のお手洗いですね、これね。あのここに、まあ、このまますればいいと。で下水道って言っても、あの本当に下水道があったわけではなくて、あの小枝目というのがあって、それであの汚れたものをそこに溜めておいたのを、後でさっきあの私がその持とうとしたやつがありましたけども、その人が登場して、組んで、それであとは田舎の方で売るということになります。あとはですね、こちらちょっと見づらいかなと思うんで、これで分かりますかね、これ、ね、和式便所あるんですけど、ちょっと携帯電話照らした方がいいな。照らすと、まあ分かりやすいですね。これ和式便所。今とあんま変わんない、まあ確かに変わらないようには見えるんですが、変わらないようには見えるんですけどね、あのこれなんでそうなのかなと思うんですが、あの、上半分はね、ありません。まあ下が隠れてりゃ、まあ、いいのかな。まあいいのかもしれないですけど、ちょっとね、どうせだったらやっぱりあの上までつけといたらと思うんですが、あの中に人が入ってるか入ってないかを確認するっていうのもあるのかもしれませんね。江戸時代はなんかもう基本が混浴だったみたいだし、今と多分感覚が違ったんでしょう。あの長屋のですね、一つの家庭をちょっと見てみようと思うんですけども、ここで今ね、あのちょうど子供を産んでるところです。まあ子供が生まれたみたいですけどね、あのまず見てもらうと、産婆さんが来てるわけですが、産婆さんがね、なんか赤ちゃんをまるでなんか締めてるみたいな、あの膝のところにあの押さえてます。あれなんか意味があるんだったな、ここに説明書いてありますんで読みます。赤子をうつ伏せにして両足に乗せ沐浴させた。へその切り口に傷がかかるのを防ぐためと、背中は五臓を宿す大切なところであるため目を離してはいけないという、言い伝え、中国の説らしいです。
奥でですね、あのお母さんがあの座ってるのが見えますけども、あれなんで座ってるのかと言いますと、あのあれもなんか寝てしまうとちょっと体に良くないと、あの子供産んだ後はあの寝てはいけないということで、あの血をなんかあのなんか変な風にならないのを防ぐためらしいんですけど、あの1週間ぐらいずっと子供産んだ後さらにね、あのまんまの体勢を昔は続けてたそうです。ちょっとそれきついんじゃないかと思うんですけどね、まあ、あのそれでまあ健康のためだから一生懸命やってたってことですが、今の時代そんなことはやってないわけで、あのお母さんも相当うわきついな、早く1週間経たないかなと思ってるに決まってると思うんですが、まあ、自分の体がねちょっときついなと感じたときは、あのその体の思った通りに動くっていうのもそれも一つの自然なあれでいいんじゃないかなという気はしております。で、まあ、こんな木造のやつがですね、実際にはたくさん密集してるわけですよ。だから簡単に燃え広がってしまうと、火事と喧嘩は映像の花とか何とか言いますけども、まあ、喧嘩もそうかと知りませんが、あの花つたってね、そんなもんあっていいわけではありませんので、やはりあの火が出たということになったらば、みんなの命を守るために消さなければいけません。で、ここにあの有名なね、まといというのがあります。まあサイレンみたいなもんでしょうね。ちょうどここにあのその映像がありますが、まあ分かるのはこれであの要するに今からあの火を消しますから皆さんどいてくださいねということなんですが、あの問題なのは、ね、どうやって火を消すのかということでして、あのここに桶がありますけども、あのこの桶の水をこう汲んで持ってったりとかね、それからあのここに水鉄砲があって、この間なんか何でも鑑定団みたいなテレビでなんか10万円だから何十万円だからでこれ取引されていましたが、それからこの流動水というのはこれもあのまあ割と大規模な水鉄砲なんですが、こういったものを使ってビューッと水を噴射するとといってもですね、あの 今, ねあの今の時代 の, あのはしご車とか、まあ、消防車とかがですね、あんだけボン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 あの水をぶっかけても、それでもそう簡単に火事というのは消えないわけですよね。それこんなもんで消せるのかというと、はっきり言ってあの消えるはずはないんですよね、こんなもん。だから、まあ、まさにあの焼け石に水という感じでして、あの実際にはこういったものをあのかけて消すというよりは、じゃあこの人たちはあのみんな揃って何をやってるのかと言いますと、あのみんな別に野獣までわっしょいわっしょいと言いに来たわけでもなくてですね、もう火が結局燃えてしまうと、どん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 燃え広がって、そしてあの炎症するというのが一番恐ろしいことでありますので、例えばこの長屋があの燃え始めたということになったらば、もうこれ諦めるしかない、これを消すということはあまり考えない、そうじゃなくてそれにすぐお隣にある家を大急ぎで取り壊して、そこに炎症しないようにすると、周りにある建物をぶっ壊すというのが一番の主な仕事だったそうです。これですね、あのここは両国なもんですから、あのお相撲の、ね場所であるわけです。まあ、大昔からこの両国に国技館があったかって必ずしもそうではないんですが、ここにですね、まあ、ともかくあのお相撲を見終わった後の、まあ、絵をブロマイドみたいな販売している錦絵の店があります。なんかエグサ神谷って書いて、それをちょっと初めて見ましたが、ちょっとね向こうの方をあの見てもらうと分かるんですけども、あのお相撲さんの絵が書いてあるんですが、2人ですね、なんとかってかお相撲さんが出てて顔が違う人が2人いますが、ただその体つきを見てみると、実はあの手からですね、おへそからあの肉のつき方に至るまで着ているものは違いますけれど、あの足の部分とかも、ね、全部同じであると、あの要するにコピペ顔の部分と、それからあの、服というか回しのところにつけているものの柄を変えているだけで、それ以外は全部一緒のコピペということになっております。手抜きで、ね、そんな商売してね、なんてひどいことするんだと思うかもしれませんが、あのやっぱり何でもそうなんですけどね、早く出すっていうのは大事なんですよ。お相撲さんがあの活躍してもうすごい勝負したとか、勝ったらすごいぞということになったら、なんとか山が勝ったって言ったらば、そのなんとか山が、もう帰りにですね、勝負終わって全部あの帰るまでの間にもうあれをすぐに釣って、で、帰っていくお客さんに土産であの買わせていったら、あの随分売り上げが上がるそうです。だからね、手抜きでもとりあえず顔の部分だけちゃちゃっと付け替えて急ぎで釣るということをしたそうです。まあ、それからね、江戸の有名な出版物というと、瓦版、まあ、要は新聞があるわけですけども、あの版画みたいなやつね、こうあの瓦、硬いやつに、刻みを入れて、でそれであの版画にどんどん印刷するから、まあ、こんな風にですね、あのあっという間に刷れるということで、まあ、要はニュースを売ってるわけですが、あのどんなニュースがあるのかという話なんですけど、むしろより稲の出る図、これはあの伊勢神宮の屋根のところからですね、あの稲が生えてあの実がいくつかできましたよ、すごいですねというニュースなんですが、まあ、スポーツ新聞の売ることじゃないかと思う、まあ、別にスポーツ新聞だってね、あの立派な商売だとは思うんですけど、そういう感じなんですね、瓦版。意外とそういうノリだったみたい。ここにですね、あの頭になんか深く帽子かぶってる人がいますけども、この人は、まあ、瓦版っていうのはあの政府批判とかをしますと、あの当時は多分今みたいに表現の自由とかありませんからね、あの新聞屋さんの好き勝手なことをあの書くと、あの幕府からなんか引っ取られたりとか危ないことになるかもしれないので、顔を映さないようにですね、あの映さない顔をあの見られないように、ああいったふうなものを目深にかぶって、身を守るということをしていたそうです。はい、そして今度は、ね、あのお食事コーナーになりました。あの右から読むわけですけども、寿司と書いてあります。
こちら小肌ですね。これはアナゴですね。これはトロかな。トロはね、あの江戸時代はなんか猫でも食わねえ、なんかあのまずい魚みたいな、そんな言い方もされてたみたいですけど、なんかあの巻物とかですね、あの卵だん、いろいろ持っておりますけども、これが江戸のファーストフードでございます。まあ、お寿司っていうのは今では、ね、高級品ということになってますが、あの当時はまあ江戸 の, あのそこら辺で取れたですね、あの取れたばっかりのお魚をそのままこう握って出すと、まあ、あの小肌とかがね、お寿司 の, あのネタとしてかなりあのよくあるものだったそうでございます。まあ、今と違いをですね、見てみると、まずあの1個がかなり大きいということがあります。江戸っ子がですね、寿司屋に行って2つ3つぐらいあの 手軽にですね、こうじゃあこれとこれとこれ頼んでバクバクと食べて、そしてまたすぐに立ち去るというのが、昔の江戸前寿司の典型的なスタイルでして、で2つ3つというのは要するに大きいから、あの2つ3つ食べればもう十分満腹になってしまうんですね。それで江戸前寿司はあの2つ3つというふうなことが言われていたそうです。それからあの有名なところかなと思うんですけども、お米がですね、茶色くなっていると、これはあの赤酢と呼ばれているものですが、今とですね、やはりお酢の色も違いましたので、どうも随分雰囲気が、ね、異なっていたそうです。今みたいなサーモンとかなんかそういうのはまだない時代です。どっちかというと江戸湾で獲れたお魚が中心でした。だからアナゴが多いです。それからこれはお蕎麦屋さんですが、もともとなんか吉原とかなんかそういうところで働いていた人がね、なんか蕎麦を食べるようになったらしいんですけども、これが蕎麦の屋台です。基本的に屋台がありまして、でそこでちょっとこれお願いしますよって出してもらったのをこう食ってまたこう去るということです。で、今あそこに寿司とそれから蕎麦がありましたが、他にですね、天ぷらとあとうなぎの屋台もあったそうで、大体こういう海苔だそうですね。揚げたやつを出したりとかですね、で焼けたうなぎを串に刺して、今はうなぎのかば焼きっていうとね、こう開いたやつになってますけども、昔は開かずにですね、こういううなぎはこうにょろっと長いやつですから、そのにょろっとしたやつをこうザクッと切って串をブスッと刺してそのままこう焼くと、焼いたのははいどうぞ焼けましたってもらったらですね、じゃあうなぎ食ってどっか行くかというのは昔の江戸時代のよくある光景だったそうでございます。さて商売つながりということで、今度ここにありますのが三井越後屋でございます。まあ、さっきもですね言いましたけれども、ここが中央通りでして、まあ、多分こっちが上の、こっちがですね、日本橋新橋方面ということになっております。現在これ何になっているかと言いますと、多分ね、三井本館になってるんじゃないのかな。三井住友信託銀行の本店があるのが多分現在のこの場所だと思います。それぞれの場所をね、ちょっと詳しく見てみようかなと思いますが、まず、このですね、一番目につくのは看板ではないかと思いますね。現金かけ値なしというふうに上のところに書いてあるの分かりますか。三越、がですね、失礼、三井がですね、お金を儲けた一番最初の、うまかったところが現金で物を売ってお客さんにそのまま持って行ってもらうというやり方です。まあ、これはですね、昔は現金かけ値なしじゃなかったらどうだったのかというと、まあ、今のクレジットカードを自分の会社でやるみたいな、それに近い後払い、後で、お金を払うとかですね、まあ、そういうやり方でした。でそうじゃなくて、越後屋では現金をそのまま持ってきて、でそれで商品と引き換えますよということをして人気になりました。でお金が貯まったので、また幕府を相手にですね、両替商、幕府の公設、幕府御用達の金融機関などをやりまして、さらにお金が儲かりまして、一大財閥になって、現在でも日本橋界隈にはこの江戸時代からの名残で三井グループの、建物がずらりと並んでおります。ここに立派な看板がありますけど、これがですね、現金かけ値なしとこう書いてあります、三井越後屋のですね、立派な看板でございます。よく時代劇でね、越後屋そっちも悪いようなことが言ってますけど、ああいうの大丈夫なんですかね。三井グループからなんか苦情とか来ないのかなと思うんですけど、結局昔の三井をね、昔の三井グループはこんな不正とかしてたんですよっていうのはもんじゃないですか。大丈夫なのかなってとても思うんですけども、ここにですね、大変面白いコーナーがあるんですけども、物をね、江戸の方へ市中へ運ぶにあたって、どうやって地方から運んできたかっていうのが分かるようになってきます。まあ、例えばですね、江戸の、庶民たちのお食事の、まあ、なくてはならないうなぎのタレであったり、天つゆであったり、そばのつゆであったり、お醤油、まあ、これで寿司もそうですけども、江戸の食文化が栄えるということになったわけですが、銚子分かりますか。このですね、一番千葉県 の東の方にあります銚子から、作られたお醤油が、現在でも銚子はお醤油の名産地ですけど、どうやって運ばれてるのかちょっとね、見てみようと思いますが、これですね、まずますか、これ船が登場して、これ利根川の水運で運んだということになるわけです。昔はね、この辺り佐原とかがその中堅地点で栄えたんですけども、まあ、現在は水運がなくなったので、その関係で昔は船がたくさん来ていたけれど今は栄えていない、そんなところもあります。でここで一旦ね、こんな北の方まで行くんですよね。
それぐらいのですね、めちゃくちゃな大回りをして、わざわざ一旦埼玉県とかね、そんな方まで行くぐらいにですね、遠回りをしてでも水を使って運ぶということをした方が運びやすかったわけです。まあ、これはね、いかにあの江戸市中があのもう本当に川ばっかりになって、水運のあの至るところまで運河が巡らされていたかというのが分かると思います。じゃあ今度桐生ですね、群馬県の北部の方をあの見ていただこうと思いますが、馬がですね登場しまして、しばらくの間は中山道とかですね、道を歩くと。で、途中からですね、片方は船になりまして、これはこれ利根川とかそういう系列なのかなと思うんですけど、で最終的に荒川の方と渡ってくるものと、それから板橋の方からまた馬で江戸市中に運ばれるものとあります。大変そうですよね。やっぱりね、運ぶんだったらあの全部船の方が楽なんじゃないのと思います。川越というのもあります。川越なんか楽ですよ。ここはあの幕府直轄だったところですけどね、お茶とかそれから芋を運んでいたそうですが、あの新河岸川に乗せてずっとそのまま南下して、でさらに赤羽のあたりからはですね、岩淵からは隅田川に入って、そのまま町の中に入る。これは楽でいいですよね。あのいかにですね、船を活用するかが、まあ、昔の物資を運ぶ上でポイントになっていたのかなと思います。今度ここにはですね、あの伊豆諸島のこと書いてあるわけですけども、あの伊豆諸島からも特産物があのいっぱい送られるということになっていました。まあ、あの物はいろいろ送るのがあるんですが、まあ、例えばここにですね、幕府から八丈島に出された船の記をまとめた書類と書いて、全然読めないわけですが、あのちゃんと脇に書いてあります。中でも八丈紬は必ず収めるようにと書いており、江戸時代前期には名産だったことがわかる。あのちょうどですね、今日たまたまあの持ってきたんですけど、あのこれはあの八丈島の名産、多分これは八丈紬ってことなんだと思うんですよね。あの現在木八丈と呼びがちですが、あのこういうやつがね、やっぱあの八丈島 の, あの特産、この綺麗なものだったら、あのこれをちゃんと持ってきてくださいねと、あの幕府からもですね、昔御用達があった東京都の名物でございます。それからあのここにですね、また八丈島 の, あの地図がありますけども、まあ、昔 の, あの地図ですが、割と八丈島の特徴はよく捉えているのかなと思います。2つの高い山があって、その真ん中が平地になっており、でそこに人が住むという形をとっていて、でこの真ん中のところに現在では八丈島空港とか、ね、全日空が1日に何便か出ております。で次はですね、あの水の話なんですけども、まあ、やっぱり私がね、動画であのいつも水道の話とかね、あの水運の話ばっかりしているというのがありますが、まあ、やっぱりそんだけ重要だったからなんですよね。あのここにですね、あのこんな感じ の, あの立派なものがありますけども、あのこれが江戸のあちこちに巡らされていた、上水道のその下の部分というわけでして、まあ、ここにですね、そのこんな木のやつがありますけど、この上水マス、まあ、これはあのこのマスからあのまた他のところへ水を運搬するため の, あの水道管の役割があります。で、私が紹介したものでは、飯田橋のところからですね、あの神田上水とかあの皆さんご覧に入れたと思いますけども、あの有名な地名で言えば東京の文京区ですかね、水道橋という地名がありますが、あの水道橋というところはもともとですね、こういう感じ の, あの水道があの通っている、あの立派な水道橋が本当にあったんです。だから水道橋というあの橋もそこにあってですね、現在でも地名になっております。あの浄水場とかがない時代にどうやって水道を、ね、持ってきていたのかということなんですけども、まあ、さっき言いましたように、もともとまずあの江戸のところであの地下水を汲み上げるということをしても、全部塩水になってしまいますので無理です。だからあの東京のもっと西部、まあ、多摩とかね、そういうところから持ってくるわけなんですけど、いくつかあの、まあ、東京には神田浄水と玉川浄水と2つあったんですが、でその浄水場というのは普通にこう 川の形をしておりました。で、あのその川をこう通ってきた水を要するにそのまま汲んで飲むということなんですが、あのただの川の水汲んだら危ないんで、ここでなんかこの川を汚すやつは死罪とかそういうふうに言ってですね、あの厳しく川を管理して、また途中 の, あの浄水道のね、浄水の通る町のところどころで、まあ、ゴミ拾いをすることとかそういうふうにですね、仕事を与えておいて、そしてなるべくきれいな状態で維持してきた、例えば井の頭公園から流れてくる神田浄水とかですね、そういうのをあの江戸の市中まで頑張ってきれいなまま保ち持ってきて、そして、このようにですね、あの江戸のさまざまなところに排水するということになっております。まあ、例えばね、この部分など見ていただくといいかなと思うんですが、これですね、ここにあの奥の方のメインの水道から、引き込まれて、そして、井戸のところへ汲み上げるという方式になっていることがわかります。これ昔からあのタダで使えたわけではなくて、あの水道料金というのが、ね、かかっていたそうです。だから結構その点では割と近代的だったんですよね。もともとはですね、ここにあるこういう地図みたいな感じでいろいろなところにあの水道を巡らせていたわけです。で、まあ、実際に
あの水道はですね、それであのずっと使われ続けるということになったんですけども、ただ、明治時代になってもこの神田上水という、まあ、さっきのこうような、ね、方法で上流からあの水を持ってくるということをやってたんですが、あのだんだんですね、あの、まあ、町の人口が増えたりとか、あの不衛生になったりとかして、ついに管理しきれなくなって、で水があの汚れたことがきっかけで、もうなんか上水にあの死体が浮いているとか、そんな状態にもなってしまったそうで、で汚染された、神田上水が原因になってですね、あのコレラというあの病気が蔓延するとか、大変なことになったと。で結局あまりにもそれはひどいなということで、じゃあどうしたかと言いますと、じゃ あの東京の入り口の西の入り口のところ、まあ、東京の水はあの西の方から取ってくるわけですから、西の東京の玄関新宿に大きな浄水場を作りましょうということで、ヨドバシ浄水場というものを作り、でそれが現在ではですね、浄水場さらにあのもう、今ではあのそこに浄水場がなくてもいいよということであの撤去しましたので、東京のですね、副都心、現在では都庁があるような立派なあの建物が並んでいるわけです。まあ、要するに江戸時代のこの水道設備のね、名残があの今日の新宿の発展につながっているというわけでして、まあ、なかなかこれも面白いところかと思います。さて江戸時代の部分はですね、大体これで終わりということになります。まあ、ここにずらーっとですね、ベンチが並んでおりますが、これ江戸東京博物館はあの小学生たちがですね、よく課外授業で来るところでもありますので、それでなのかな、こんな大量にベンチがあってね、子どもたちが、ね、1クラス、まあ、2クラス分ぐらいであればこの辺に集まることもできるようになっています。ちょうどここから境にですね、今度は明治以降近代の東京の紹介に変わります。であのお昼の休憩でございます。あのこれはコーラフロート、私コーラフロート好きなんですよ。結構ね、表面がこう、表面っていうか割と甘いソフトクリームと、コーラも甘いんですけど、ソフトクリームと比べるとあんま甘く感じなくてね、うまいですが健康には良くないかもしれません。じゃあ引き続き午後はあの今度東京になってからのね、まあ、あの展示になるわけですけども、例えばこちらにありますが、こんな立派な模型があります。6名館ですね。あの不平等条約っていうのは多分小学校で習ったと思うんですけど、その不平等条約をあの改正するにあたって、まあ、日本はこんな立派なものありますよってですね、あのアピールするということを作ったんですが、あまりうまくはいかなかった。それからこれは凌雲閣というやつですが、あの浅草にあったですね、まあ、昔の東京スカイツリーみたいなやつですけども、あの関東大震災であの崩れてしまったんですが、エレベーターでね、ここからこう入って8階まで上がって展望台があると、相当楽しいものです、まあ、これからね浅草の紹介なんかもしますが、それからあとはこれ日本橋ですけど、これ今の日本橋じゃないですね。あの江戸時代の頃の日本橋で、あのこれの後にですね、明治の時代になってからあの現在の石橋がありますが、それは関東大震災でも崩れなかったとか、まあいろいろありますが、あの今度はですね、このちょうど向こうにあるあの日本橋くぐって、あちらが東京のエリアということになります。まあ、相当ね、こういっぱいあるんで、あの大人の入園料が600円で、大学生だと480円ですが、これでね、こんな行けるんだったら安いと思いますけどね。多分東京ゾーンのシンボルはこれなのかなと思うんですけども、あの朝野新聞というふうに書いてありますが、これどこにあったかと言いますと、あの銀座の4丁目の交差点にあったやつでして、現在あの銀座の、ね、シンボルの、 あの皆さんにも何度もご覧に入れましたけど、あの時計台が立派な、ね、和光があります。あの銀座和光が建っていたその建物、昔はですね、銀座というのはあの新聞屋さんが並んでいたところだったそうで、そこのまあ一番シンボルとある建物として、確か朝野新聞だったかな、こんな立派なのがございます。ちょうどこれからがですね、東京なんですけど、早速あの一番入って最初のところにね、こう赤くなってますが、あの煙もくもく吹いて蒸気機関車の列車が通っております。まあ、あの電車もマニアなわけですけど、もう江戸時代終わった後ですね、明治になってからの東京の発展には、あの江戸時代は水運とあの水で物を運ぶということをやってたんですが、明治になってからはそれがあの鉄道に変わりまして、そしてそれを拠点に町が発展していきますので、まあ、鉄道の知識、歴史の知識があるとね、東京の知識もやはりつきやすいということになります。で、まずここにあるこの景色を見て、まあ、どこだというのは分かりづらいかもしれませんけども、これ見るとね、今とね、あ、これ変わってないなと分かるんですが、ここですね、これ大体あの品川駅のあたりです。ここそうです。で、まあ、多分この辺があの京浜急行の品川駅でして、で京急で品川駅を出発すると、ぶーっとそのまま進んでってね、でその後駅を出たら左に大きくカーブをして JR と立体交差をする、ここがあの京急 の鉄道写真の場所でも有名な八ツ山橋のところです。全くね、今と一緒で、この走っている列車が、まあ、当時は東海道線 の横浜方面でしょうけれど、東海道線の列車ですが、まあ、この先のところでですね、現在はここで京浜急行とこう交差したらば、右手に山手線大崎、左手に東海道線の川崎方面、こういうふうにこう分かれる、そんなところでございます。全くね、あの当時と景色変わりません。で、まあ、注目するべきはね、あそこにちょっとこう古めかしい町があのいくつか残っておりますけども、まあ、これがね、あの昔の品川宿、まあ、あの品川っていうと、この電車が走っているところ、ここら辺があの品川駅なわけですけれど、まあ、実は品川の町の中心がね、この煙の下のところにある、この辺りの町だということも、まあ、この絵を見ていただくと、なんとなくわかるのかと思います。ちなみに、後方にですね、
あのこんなあの車両が止まってるのありますけども、まあ、ここがあの現在汐留 の, あの再開発をされた汐サイト、当時の新橋駅日本で、一番最初の鉄道の起点の駅でして、ここにあるあの旧新橋停車場のこの建物は現在あの復元をされてですね、鉄道博物館としてお金は確かかからないんじゃなかったかな、あのただでもしくはそれに近いすごい安い金額で見ることができる施設として、現在ここに保存されております。並んでるものを皆さんにパッと紹介します。これですね、第一国立銀行です。これは、兜町江戸橋とかにあるところですけれど、あの兜町で今の東京証券取引所があるあたりに作られたものです。で、まあ、これができたんでその周りにですね、いろいろなあの、まあ、金融関連の会社がたくさん集まりまして、日本で最初の郵便局なんかもこの近くにできて、そして、現在もあの日本橋の近く兜町がですね、日本有数の金融街として栄えているということになります。でそれからあの先ほどね、向こうの地図でもご覧に入れましたけども、旧新橋駅のところにあったですね、その駅のところからあの出土した、まあ、多分駅の再開発をした時のやつでしょうね。これ大昔のレールです。でちょっとね、細かいところにあの見ていただきますと、あの相当レールというような名前がついているんですけども、上と下とですね、それぞれのところであの上下左右対称、上下というか、まあ、上下対称な形をしております。あの現在の、ね、鉄道のレールというのは上下対称の形をしてないんですが、まあ、これ何かと言いますと、一度ですね、あのこれを使い終わった後に、上の方が削れてきたらば、ひっくり返して逆向きにして使う、まあ、大変エコだとされたレールでした。まあ、ところがそのひっくり返して、使えるようにするためのレール固定装置がですね、使うのが相当あの面倒くさかったそうでして、もういちいちひっくり返すぐらいだったら新しいのもう一個作ってそのままやっちゃった方があの楽だということになったので、こういったものは現在では使われておりません。江戸から明治になって何が一番変わったかと言いますと、やはり京都から明治天皇がお越しになったということなのかと思います。まあ、ここのところですね、ちょうど見るとあの行列があって、で、一番右下のところにですね、ここにあの明治天皇の車なんかがあります。まあ、みんなでこうやってね、こうずらーっと歩いてきているわけですが、これはどこなのかというと、まあ、今のちょうどやはりここも品川のあたりでございます。高輪とかね。これを見る限りだと泉岳寺とかは書いてないようですが、一番左側のところにですね、ここにあの石垣があります。でこれは何かというと、これはあの高輪大木戸というのが昔あってですね、あの要するにここから先が江戸の入り口ですよということになっていたわけですが、この高輪ゲートウェイというのがね、現在あのまさにこの高輪大木戸のこれを由来としてですね、駅なども存在し町の名前にもなっています。でちょうど明治天皇が高輪ゲートウェイのあたりを通過する時の様子がこの絵です。それから江戸から明治になってやはり何が変わったか、もう一つはやっぱお侍さんがいなくなったということかなと思います。もともとですね、江戸城の周りにはあの便利のいい土地ですから、ここの地図に出ているのを見ていただければ分かるように、あのお侍さんたちのですね、家がもともとずらっと並んでいたんですけども、まあ、それがもう江戸時代が終わるとお侍さんたちの武家屋敷というのもあの必要がなくなりますので全部なくなって、で空いた土地にはですね、政府の土地があのずらっと、建物が並ぶということになっていました。で最初はそうだったんですけども、それがまたあの場所を移転したりとかして全部なくなってしまったの で, でその土地は全部空き地になってですね、その土地を、三菱があの払い下げを受けて現在は開発して日本有数の、高層ビルが並ぶですね、オフィス街丸の内が完成したということになります。でそれからちょっと離れたところですけどね、これどこなのかな、愛宕山から見た幕末の江戸とか多分新橋とかに、ね、その辺なのかなと思うんですけど、この後ですね、江戸時代にはこんなに家が並んでいたけれど、やっぱりお侍さんたちがいなくなっちゃって、みんなあの土地が、もうじゃあ使わないということになるから、じゃあどうしたかで、今ではありえない話ですけどね、東京のど真ん中のところ空き地ができたから、じゃあそこで、なんかとりあえずこれは農林業でもやるかってことでしょうね、茶畑、桑畑ってものがあの脇にいろいろ書いてあって、東京の一大都心でね、こんな農作物をじゃあその空いた土地で作りましょうってことを最初は始めたそうです。まあ、ところが結局あの茶畑とか桑畑とかそういったのを作るのはあの2年でやめちゃったんですけど、さすがにあのバカバカしいってことだったんですかね。あの当時の日本はですね、ちょっとここにあのジャパンティーって書いてありますけれど、あの日本が当時世界に買ってもらえるものといえば第一に絹糸、それからまあ第二にはお茶ということで、とにかくそれをですね、外国に売りまくって外国の優れた機械などを買って日本をあの元気にしなきゃいけないということを考えていたから、東京の都心でもね、そんな農作物を作るぐらいにあの一生懸命だったようです。さすがにやめちゃったみたいですが、続いてですね、あの今度また奥に入ってきて立派な建物が下の方にありますけども、これはあの日本史の歴史なんかでもやったと思いますが、鹿鳴館です。あのこの中でですね、あの鹿が鳴く館と聞きますが、あのダンスパーティーなどがしょっちゅう行われていて、まあ、何のために作ったのかというと迎賓館だったようですけどね、あの外国からやってきたあの偉い人が、まあ、明治になった東京に来ると、で東京はこんな立派なところです、
本は立派に江戸時代を経て発展しましたということで、こういうものを作って中でダンスパーティーをしたんですが、ただつっても江戸時代はそんな経ってないんで、実際にはみんなダンスのやり方が全然わかんなくて、まあ、外国人のこれをもてなされた人からするとあいつら何やってんの、こんななんかこうわかんないことやってんのということでね、まあ、笑われてこんなの滑稽ですねということになってしまっていたようです。結局6名館を使って外交を有利にさせようっていうのはあまりうまくいかなかったそうで、これを考えた井上薫っていう人も失脚しちゃったみたいです。明治になって生まれたものがここにいっぱい書いてありますけども、やっぱり、ね、私もここに見て、ね、おおと思ったのこれアンパンが置いてあります。アンパンって言うとね、やっぱ普通に別に外国とかにあるんじゃないか、パンですからね、洋食みたいな感じがするんですけど、確かにね、言われてみれば外国から入ってきた文化と日本の文化をうまく組み合わせた結果に生まれたのが、まあもう明治始まってすぐからのアンパンだそうですけれど、よく考えてみれば確かにアンパンっていうのは外国人にないですよね。そうなんだなと思ってね、外国人も送ったらいいなと思うんですが、あまり受けないでしょうか。今度はですね、こちらが銀座の光景です。明治になった銀座の景色ですね。あそこにさっき紹介したね、長屋新聞の建物がありまして、まあ、あれが今では、銀座の和光になっているということでございます。でそれから他にはですね、例えばそうね、この手前側のところ、こちらはね、三越が今立っているところです。三越の銀座店がここにあって、それに並んで松屋とかいろいろありますけども、まあ、銀座の一番にぎわっている、4丁目の交差点がここですが、それでも昔はそんなにね、古い建物はたくさんなかった。で、まあ、ただレンガ街といいまして、明治になってね、やっぱ新しいものをずらっと並べようということでかなり最先端の雰囲気はあったんですが、ただまあ新しい建物であることは間違いないんですけど、ここに並んでいる建物の屋根などを、ね、よく見ていただくと、実は瓦造り、瓦というのはまあ日本かせいぜいこの周辺の国、韓国とかそこら辺特有のものでして、洋風の建築に瓦などというものは使いません。これ要するに日本人の建築家の大工さんたちが見よう見まねで、洋風の建物、外国の建物に見えるようなものを作ろうということで、明治の初め頃の特徴なんですけども、頑張って作った義洋風建築というのがありまして、まさにですね、その何とかして見た目だけでも西洋に近づけようということをやっていた、その努力の結集がこの建物群であるわけです。さっきからね、もう何度も何度も中央通りの話ばっかりしますけど、やっぱり中央通りっていうのはそれだけね、歴史のある道なんですよ。これもうまさに中央通りの銀座の縦のストレートで、まあ、真っ直ぐ行けば多分、こっちがですね、上の方面ですね。で、まあ、こっちがもうすぐ私のいるところが新橋のあたりということになります。で、まあ、道路を見ると現在の中央通りは片側2車線ということですが、まあ、道の幅はもうそれとそんなに変わりませんね。ただ真ん中に私レールがあって、そこは馬車が走っております。当時はまだ明治時代で自動車がありませんから、真ん中に馬車用のレーンがあってですね。で、これが、またさらにしばらく経ちますと、電車に変わります。路面電車、まあ、最終的には都電の1号線ということになりました。一番重要な路線、1号線。の栄えある1号線は銀座の地を通っていましたし、また昭和になってからですね、日本で初めての地下鉄は、このちょうどやはり真下を通ってですね、上に、路面電車、下に地下鉄銀座線と2つも通す2階建ての立派な鉄道になりました。で、じゃあその銀座で一体何をやってたのかってことなんですけど、銀座はですね、新聞社がいっぱい並ぶ新聞街になっていたそうです。で、だから当時どんな新聞が出てたかっていうのがちょっとここに出てるわけなんですけど、これを見るとですね、東京日日新聞第3号と書いてありますが、まあ、浮世絵の、ね、技術を使って作った明治初め頃の新聞ですけど、美女がなんか毒殺したみたいなことが書いてありますね。それからですね、お隣の方はこれもまた郵便放置新聞という新聞ですけど、これは深川の芸者ですね、芸者さんに対してなんかあんまり上手じゃないご隠居がうまくない和歌を披露して、それでまあ聞いてくれよと言ってるのに対して、ちょっと困り顔で芸者さんがですね、ご隠居をとりあえずはまあしらうというような光景を映してるらしいんですけども、なんかやっぱスポーツ新聞みたいなことばっかりやってんだな。多分なんか大事なね、自由民権運動的なこともなんか書いたのかもしれないですけど、どうなんですかね。なんか、まあ、新聞ってやっぱ売れることが重要なんで、売れることを書くとね、どうしてもやっぱりこういうような記事が必要になるのかなと思います。郵便放置新聞って言いながら、別に芸者さんに対して変な下手くそな和歌披露しました、わざわざ新聞に書かれたらご隠居もたまったもんじゃないと思いますけど、嘘を書いてるんじゃないのかな。ここに今度はですね、交通通信の発達というふうに書いてありますけども、まあ、ほとんど今ではもう失われてしまった光景なんじゃないですか。新橋停車場、これはもう存在しないですけども、大昔明治時代に存在していた新橋駅のですね、
まあ、駅の構造だと。でその新橋駅はここにありますが、この建物だけは今でもね、さっきも言いましたが復元されてこのプラットフォームと一緒に残っております。まあ、昔はここからね列車が出発し、これ多分ウィキペディアかなんかに載ってる写真だろうな、あのパブリックドメインのやつですね。それからこちらです。このすぐ近く の隅田川です。江戸時代に、この東京の東側、本所深川地区が開発されまして、両国橋というも橋が架けられてですね、まあ、人々が行き交うということになったんですが、こんな立派な橋も関東大震災で壊れてしまいまして、そして今私たちが渡ってきている橋はですね、これは昭和何年、多分10年とかそれぐらいに作られたやつだったんじゃないかと思います。多分それよりは少し早いかな。あと電話交換ね。電話交換、私ね全然関係ない話で恐縮なんですけど、高校生の時になんかあなたが向いている職業なんとかみたいにやらされたんですよ。でね、電話交換手があなたは向いていますって言われたんですけど、そんな仕事今でも、まあ、あるんでしょうね。それはバカにしてるもんな、存在しない仕事あなたは向いてますみたいに言われたら。で続いてこちら日本橋、これはね今の日本橋ですよ。まだ作られてすぐの頃ですけどね、1911年明治時代の、新品ピカピカの日本橋。関東大震災でもう周りも全部ぶっ壊れてですね、景色はほとんど残っておりませんが、この日本橋の景色だけは、当時から今まで、100年以上変わっておりません。立派ですね。これなんか楽しい音楽が流れてきたわけですけども、こういうのを多分6名間の中で流して、まあ、頑張って見よう見まねでね、こんなダンスやったんじゃないかなと思うんですけど、まあここまで広くはないでしょうけど、まあダンスやったことない人がダンスやってもね、欧米に来た人には笑われるんじゃないのと思いますから、まあ当時はまだなんかその劣等感みたいなのあったんでしょうけどね、どっちかって言ったら日本人特有の培われた礼儀で外国人をもてなした方がね、いいんじゃないのかなっていう気がするんだけど、やっぱそれだと通用しなかったのかな。まあ当時のことは当時の人しか分からないところもあると思うんですが、引き続きまして、これ工場の景色ですが、そうですね、どこからやるか、まあ、例えば今でも残ってるやつ、この2番目の浅野セメントっていうのありますが、この間ね、私深川、まあ、清澄のあたりをねこううろうろしてて、セメント工場があって、日本初めてのセメント工場がこれだそうです。セメントっていうのは明治時代ぐらいからですねコンクリートを作るようになったらしいんですけど、まあ、その頃から東京に強い建物を作るっていうんでセメント工場を作ってですね、現在でもやっております。これすごいですね、よく見るとここにこの橋がある、これ江戸時代ぐらいに架けられた木の橋じゃないですか。そんなものがねここにあるときに、こっちにはこんな立派なね煙突もくもく煙吹くということをやっていたそうです。それから他にはですね、まあ私のチャンネルでよく紹介する石川島の造船所はこんな感じとか、まあいろいろある、ここで橋とかも作っていたそうですけども、とあとはこれかな、まあ、芝浦製作所っていうのはこれは私の動画ではあまり出してないんですが、多分手前を通ってるのはね国鉄の東海道線の線路かなと思います。昔はですね、昔工場を作るってなるとその中には鉄道を引き込んで、そこから荷物をたくさん運び出すというのが当たり前でした。今はねトラックですけど、当時はトラックがなかったんで貨物支線をこのように様々なところまで持ち込むことをしていたわけです。そしたらですね、引き続きましてだんだんその東京がね最近の年代に変わってくるわけですけども、まあ大正時代に入るかどうかぐらいかな。この立派な建物は先ほども皆さんにお話ししましたが、浅草にある、8階プラス屋上付きの凌雲閣というタワーでございます。この中に何が入ってたか、ちょっと私はこのそれぞれの階に何が入っているかは知らないんですけど、まあ、浅草のですね大変有名な展望台として、それはそれは栄えたそうです。で何があるのかなと思ったらですね、ちゃんとここに、まあ、昔のスゴロクを再現したような形でね出てましたけども、デパートみたいな感じだったのかな。せんべいとかね、パン、塩豆、匂い袋、おしろいとかですね書いてあって、まあ観光施設プラスデパートプラスお土産物屋みたいな、まあ今の東京タワーとかねスカイツリーの空町みたいな、やっぱそういうような場所だったんじゃないですか。もう完全にねみんなの遊び場という感じです。で凌雲閣だけが浅草の名物というわけでもなくてですね、まあ有名なのは花屋敷とかありますけども、観覧車がですねもう明治時代にはあったりですとか、パノラマ感ってのあったんだな。それすごい。戦場などの風景を円形の城内の壁一面に映し、その前に模型などを配して視覚的な臨場感、すごいですね。自分たちの周りに丸い映画を映し出す、そんなハイテクなことをもう明治時代にはやってたんですね。それから富士山縦覧場っていうのは、ね、ここに書いてありますけども、ちょうどねここに富士山縦覧場のやつがあるから見てもらえればと思うんですが、これですね、これね、こういうのが、ね、浅草にあったらしいんですよ昔で、要は富士山みたいなやつを浅草に作って、でみんながそれをこう登っていくと、で途中にはですね富士山に登っていく途中に、まあ、なぜかというべきかと思いますが、東海道五十三次の名所の浮世絵みたいなのが配置されてたりとかですね、浮世絵じゃないかな、なんかそのキャラクターみたいなのがなんか人形みたいなの置いてあったみたいですけど、
それで富士山の、ミニチュア富士山の、登頂を目指すというような、まあ、浅草には本当にいろいろな、ね、あの遊ぶものがあったようです。今の浅草とね、あの当時の浅草と何が違うかというと、今の浅草もいろんな人がいっぱい行くね、東京有数の観光地なんですけど、まあ、それ以上にですね、あの遊び場歓楽街というの、あの、あれが強かったんじゃないのかなと思います。あの東京の人も浅草まあ行きますけど、どっちかというと東京以外の人が浅草行くでしょう。で東京の人たちがじゃあどっかみんなでね遊びに行くっつったら、まあ歌舞伎町に行くとかですね、それからなんですか、まあ、どこにあのどっか渋谷で飲むとかな、そういうの多分あると思うんですが、あの昔は浅草があのみんなでこう集まって遊ぶような東京の人たちの遊び場でもあった。で現在はそうじゃないというのは、やっぱり昔のですね、あの浅草の栄えているその様子が今とは随分違っているのかなという気がします。まあ、簡単に言うと昔の方が浅草は流行っていたようです。今よりもこの地図を見てもらうとね、この辺がまあ大体浅草周辺ですよ。でここがあの中央通り通ってて、まあ、新橋とかの東京駅周辺とか日本橋神田とかいうことになるわけですけど、まあ、見るとですね、あの江戸の東側があのこういうふうにずらっといろんなものがあると。でこのまあ紫色のやつがね、劇場であったりとか、まあ、新聞社であったりとか、あの寄席の場所であったりとかするわけですけど、やっぱ浅草の周辺はね、劇場が多い。まあ、今で言えば映画館みたいなやつなのかな、まあ、そういう感覚でもいいかと思うんですが、あのそういったものがたくさんあって、あのこの辺りに行けばね、あのみんな楽しいものがあるぞって、いろんなところからあの人があのここへ、電車とか乗ってやってくると、まあ、そういう場所になっておりました。だから東京の人たちが遊びに行く場所であったわけです。今の浅草は、まあ、そこまで東京の人がみんな集まる場所ってこともないでしょう。でちなみに全体を見てもらうとね、まあ、分かるんですが、あの、まあ、そういう文化的な施設が並んでいるのは全部この東京の東側で、西側のね、まあ、この新宿とか、ね、池袋とかが今あるような辺りは、まああまり何もない。学校は一応ありますけど、まあ、学校がちょっとポツポツある程度、もともと江戸の中心っつったら大体この辺ですからね。だからあの私の動画でもあんまりあの東京の西側を紹介しないで東側の紹介が多いのは、やっぱこっちの方がね、あの都会的でいろんなものがあのたくさんある。まあ、つっても西側もいろいろありますしね、いろんなところにいろんなものがあるんですけど、極力やっていきたいと思います。でその浅草が衰退した理由もまあいろいろあると思うんですけど、これだけが直接の原因というわけじゃないですが、まあ、ともかくですね、関東大震災でにぎわっていたあの浅草もことごとく破壊されるということになりました。あの例えばこの写真なんかでそうですけども、あの両運閣がですね、もうこのようにボロボロに壊れてしまっています。まあ、このあと爆破解体したとですね、陸軍が爆破解体しますよってお知らせの張り紙を買ってですね、全部ダメになるとか、あの皆さんもご存知だと思うんですが、この直下型地震によって、東京の数多くの町がですね、火事に巻かれまして、そして、まあ、ほとんどもうこのような瓦礫になってしまったそうです。まあ、多分なんですけど、あの東京大空襲よりも関東大震災の方が、町の受けた被害は大きかったんじゃないかなと思いますけどね。多分ですけど、ちゃんと調べておけばよかったんですが、それから他にこんなのもあんな。これ三越百貨店、さすが三越の建物は相当よく頑丈にできてたんですね。あの大正時代に作られた建物はですね、まあ、このように焼けてしまってはいますが、建物の全体的な構造は無事のようですね。この後はあの改修してさらに増築して現在の三越の本館となっています。それからこの脇のところにもまたいろいろ瓦礫がありますけど、両運閣のレンガとか残ってんだな。よく熱で溶けたガラスとかありますけどね、あのこれも戦争の、あの展示とかでよく見るような感じのものですが、もう本当に町が空襲される以上のとんでもない被害があったんじゃないのかなと見ていて思いますよ。関東大震災でね、本当に東京中が混乱したわけですけど、当時のことがね、よく分かるようなものがいろいろ書いてあります。まあ、例えば張り紙がいくつかあるわけですけど、これですね、自動車の仕事を邪魔しないように自動車は全力を挙げて理災民の給与、食料、飲料水等の運搬のために働いているのだから、その仕事を邪魔しないように関東海援司令部とかですね、これ奥にあるの張り紙ですね、爆音に関する注意、本庄成平橋は修理のため、この成平橋っていうのが、そうですね、あの東京スカイツリーのあたりにあったやつですけども、修理のため残骸を破壊爆発するの必要があるので、9日午前2時、から4時の間に、工兵隊において爆破を行います。大音響を発するも驚かないよう、まあ、驚くと思うんですけどね、驚かないようってのは無理だと思います。驚いても心配しないでくださいぐらいにいいんじゃないですか。それからこちら、注意、ありもせぬことを言いふらすと罰、処罰されますというふうに書いてあります。具体例が書いてありまして、朝鮮人の凶暴や大地震が再来する、囚人が奪還したなどと言い伝えて処罰されたものが多数あります。時節柄皆様注意してください、警視庁と書いてありますが、あの関東大震災の時に朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだとか言って、そのデマが言いふらされて、あの朝鮮人が大量に虐殺されたとかですね、そういう話がありましたので、政府としても、特に警視庁からいろいろ注意書きがなされていたそうです。
それからね、おこれはと思ったんですけど、これ宮内省はまあご存知だと思うんですが、あの宮内省からの張り紙ですけどね、これ優しいですね、こんな振り仮名が振ってある、今回の地震について皇后陛下には大御心を痛めさせられ、お産の前後や、子供の、病気などの、騒ぎで手当てに行き届かぬことがありましたら、要するに、宮内省が助けてあげますということが書いてあります。例えばですね、入院を要する者は最寄りの病院に入院もできるように連絡をつけます。お金もかからなかったみたいですね、巡回医療班は朝から晩まで自動車で市内を巡回して、一切タダで診察もし、お薬もあげ、また簡単な手術もします。タダですよ、ありがたいことだ。まあ、こういうことがあるとね、天皇陛下ありがたいという、国民の中の気持ちも高まるのかなと思います。まあ、しかもね、多分あまり額のない人のことを考えてるんでしょうね。あの振り仮名がね全部振ってあるだけではなくて、無料と書いてある漢字のところをですね、振り仮名当て字で、ただと書いたりとか、それから震災と書いて、地震と読ませるとかですね、あの連絡と書いて、その脇につながりとかね、そういうふうな、あのちょっと言い換えて分かりやすいような、額のない人でも読めるような、振り仮名をしてある、まあ、かなり当時としてはね、あの気を使った大正時代の張り紙なのかなと思います。この関東大震災はですね、何度も言うようですが、あの地震で街が崩れたっていうのもそうなんですけど、ちょうどお昼時でしたので、あの火事がですね、いろんなところに広がりまして、それで明暦の大火と同じように、ね、東京市中がやはり明けて、なくなってしまったと。それがまあ一番、ね、大きな災害だとされています。でどのようにして、被害が広がったのかを、皆さんにも、ね、見ていただくと思うんですが、まあ、最初ですね、このように散発的にこんな感じで火事が起こり始めました。まあ、特にですね、見てみると、あの両国周辺とかが、ね、ひどかったのかと。で、あっという間に木造家屋の多いところですから燃え広がって、隅田川のあたりでね、とりあえず止まったかなと思いきや、またやはり神田地区、そして日本橋地区の火災もですね、どんどんと広がって、そのあたりが全部燃えていき、さらには、銀座や新橋の方まで全て火の手が伝わっていきました。で、江戸時代にですね、先ほどちょっと紹介したかと思いますが、中央通りなど、まあ、割と広い通りを作りましたので、そのあたり、まあ、特に上の周辺とかはね、広小路といって、火が燃えていかないようにと、まあ、大きな道を用意していまして、実際ね、まだ火が燃え始めて1日ぐらいの段階では、この上の周辺にも火の手は迫ってきてはいなかったんですけれども、秋葉原の周辺とかはね、江戸時代からもともと火事の対策ということで大きく設けられていた空き地だったんですが、結構ね、長い間上の秋葉原界隈は頑張って耐えていたにもかかわらず、やはり最後にはですね、そこにも火の手がこのように襲ってきまして、そして最終的には東京の都心と思われる部分のですね、もうほとんどが焼けてしまったということになります。ここがもう江戸時代にね、江戸として開発をされて、その後も東京の大都会、いわゆる東京と思われるようなところですね、ほとんどだったんですが、こんなに燃えてしまった。まあ、一方で土地と土地の隙間が大きくて、またあのコンクリートとか、ね、燃えにくいようなものが並んでいた丸の内地区はあまり燃えていなかったようですね。震災の揺れ、それから火災によってほとんどの橋が焼け落ちてしまいまして、東京にあった橋ももう大半が壊れてしまったそうです。水の町ですから、それで渡れなくて火事にまかれたりとかして大変苦労された方が多かったそうです。で、隅田川にかかっていた橋もことごとく落ちてしまったんですが、たった一つだけですね、最後まで使用可能だった新大橋という橋もあり、それは地元でね、半蔵門線の、あの終点だったかな、水天宮っていうところありますけど、その水天宮周辺などではみんなから感謝されていたと。で、その後ですね、大正時代の終わりから昭和の初めにかけて、焼け落ちてしまった、壊れてしまった橋をもう一度作り直すということで、東京のね、有名な橋がそれぞれ架けられるということになりました。私の動画ではね、永代橋、清洲橋、蔵前橋、駒形橋などを事細かに紹介しました。琴戸橋も紹介しました。これはすべて大正時代から昭和の初め頃、関東大震災からの復興の時に作られた古くてしかし頑丈な橋で、現在でも東京の名物として私たちが手軽に楽しむことができるものです。もちろん新しく作られた頑丈なものは別に橋だけではなく、例えば建物がそうです。ここにですね、昔の関東大震災以前の東京の街が、まあ、こんな感じで模型で設けられていますけれど、ちょっとね、これでは木造家屋が密集していて、一つが燃えれば簡単にお隣にも燃え広がる一つの炎の塊となってしまうような、このような状態です。
これじゃ良くないだろうと、関東大震災が終わった後これらが全て、燃えてなくなってしまいましたので、その後にですね、こんな立派なアパートハウスを作るということになりました。まあ、もちろんあの旧来からの家屋みたいなのも、ね、あの一応存在はしていたようですけれど、まあ、一方で近代的なこのような建物を建てたところでは、土地をですね上方向に活用するということができるようになりましたので、道と道同士のですね、間隔を空けることなどもできて、まあ、これ自体が火災の対策になったでしょうし、土地を有効に使うということもできるようになりました。この時に新しく設けられた広い土地、それを活用して作られたいくつかの通りがあり、例えば昭和通りとか、東京では他に靖国通り、あとは明治通りもそうだったかなという通りがありますが、それらの道はですね、戦災からの復興によって広い道とすることができたところです。もともと秋葉原の駅のところには昭和通りというものはなくですね、まあ、一応道はあったんですけれども、こんなに立派な横幅40メーターを超える道路は現在でも東京の大動脈として機能しています。他にももともと埋め立て地であった東京は何度も高潮の被害を受けるということになりました。東京湾海嘯、東京洪水、そういうふうな呼び方がされていますけれど、こんなふうにですね、潮位が上がってきて、そして海岸、土地の低いところに建てられた家がもうこのようにことごとく壊されてしまうという被害が何度もありました。その特に洪水対策のためにもちろん堤防のようなものも作りましたが、それ以外に放水路の建設などをしまして、荒川放水路というのが、ね、有名ですが、荒川のその少し脇にあるこの細い横に設けられたこの細いですね道を使って水を逃がすということをしたりとか、それから他にも東京のあちこちに例えばポンプ場のようなものを設けてですね、現在でもこの潮位が上がってきてしまった時に備えて東京の低地を守るという仕組みが数多くあります。実はこの江戸東京博物館もそうでして、江戸東京博物館、まあ、そのものは違うんですけど、このですね建物のすぐ脇に行きますと、両国ポンプ場というのがあります。実はこの両国国技館とか、江戸東京博物館のあるこの敷地ももともと隅田川とつながっていたようなところでして、その関係で高潮などに対策ということで、大きなポンプ場、洪水対策のポンプが設けられているそうです。まずここにですね、こんな信号機がありますけど、これは全然知りませんが、多分警官があのあれでしょうね、これを操作しながらね、交通整理の案内としても使ったんだと思いますが、ここにですね、T 型フォードがあります。まあ、この T 型フォード自体はアメリカのもの、別に東京特有のものではないですが、いわゆる円卓ですね、東京都内、東京市内であれば、1円で行けると。市内1円って結構広いんじゃないのかなと思うんですが、もしかしたらちょっとルールが違うのかもしれません。もうですね、これが普通に走り始めたのは、まあ、昭和の時代でして、昭和のね、東京の初期の戦前の東京とか YouTube とか写真いっぱい出てますが、見ると大体ね、この車がたくさん走っております。もう関東大震災から復興したような頃にはこういうものが走り回ってですね、街並みももうコンクリのビルがずらっと並ぶんで、関東大震災のことがありましたから、まあもちろん燃えにくいような、ね、都市ということになってるわけです。まあ、ところが燃えにくい都市だったんですけど、もう一度燃えるということがありまして、これからですね、向こうに太平洋戦争のことの展示がまた続きます。空襲の情報なんかを、ね、仕入れるために、今どこどこが本庄が空襲されてますとかですね、ちょ新宿に飛行機が来てますよ、多分そういうのを確認するためだと思うんですけど、ラジオが、ね、必需品だったそうです。で、まあ、ともかく戦争のもそうなんですが、やっぱり江戸東京博物館ですので、東京であった、ね、1936年 の、 クーデター未遂事件の226事件の時の、ね、放送など聞いてみようと思います。NHK のアナウンサーがその時の反乱軍に対してですね、読み上げたものですけども、まあ、ちょっととにかく見てみましょう。国の要職の大臣とかがね、みんなことごとく、攻撃をされて、首相もあわや死ぬと、そういうところにあった危機的事件の時のものです。お聞きください。勅令が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて、絶対服従をして誠心誠意活動してたのである。この上お前たちがあくまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することになり、役属とならなければならぬ。正しいことをしたと信じていたのに、それが間違っていたと知ったならば、いたずらに今までの石がかりや、地理上からいつまでも
戦時中のですね、まあ、悲惨なものの資料とかを皆さんに紹介するのもまあ価値あるかなとは思うんですが、まあ、あくまで今回は、東京と江戸に関するものを中心に取り上げてみようと思います。これは東京の人たちが地方に疎開をしてですね、まあ、その時に東京の家族とやり取りをした時のものです。手紙がありますね。だいぶ東京も寒くなりました。そちらも寒いでしょう。寒さに負けず張り切って勉強しなさい。今日午後2時頃また鉄器が 6、7機ぐらいずつ6、7機か伊豆方面より帝都に入ってきて爆弾焼夷弾を落としていきましたが、ほとんど被害はありませんようです。午後3時半頃の大本営発表で5機落としたそうです。うち2機は落下山で降りたとのことですから、根治は囚われていることでしょう。本当にそうだったのかはまた分かりませんけどね。それが大本営発表というもののね、言葉の意味ともされているぐらい。まだまだ追加の発表がありましょうから、もっともっと戦果が上がるでしょう。これが昭和19年12月ですから、あと終戦まで9ヶ月ぐらいのことですね。で、東京市民を対象にした空襲のですね、まあ、どういうふうにそれがなされていたかというのがこれ分かるように出てますけども、まず昭和20年の頭、東京大空襲のちょっと前に、神田とかね、そのあたりが小規模に空襲されたようですが、その後だんだん規模が大きくなりまして、3月の4日にも、またいくらかの空襲があり、どうも駒込駅、巣鴨駅のあたりが焼かれたようですが、その後ですね、3月の10日になりますと、これが有名な東京大空襲です。もうまさにですね、本所深川といいまして、まあ、墨田区とか江東区とか台東区、浅草上のあたりが焼かれ、その後4月になりますと、まあ、池袋とかですね、新宿とか、まあ、そういった方面が焼かれてきたと。でも、まあ、こうやって見るとね、まだまだ大部分が焼かれてきたとは言っても残っているところもあったんですが、終戦までにかけて、次々と空襲がなされて、そして木造の家屋がほとんど消えていくということになっています。ただまあ私がね、見た限り東京の都心のこの空襲の対象になったところでもね、古い建物ってのはまあ結構ありますよ。爆弾が直撃したっていうんでなければ、火事ぐらいであれば焼け尽くされないような石造りとかコンクリート造りの建物も結構たくさんありましたので、東京のほとんどの建物がこれで消えてしまったように見えますが、頑丈な建物では戦前から作られてずっと維持されているというものが数多く見られます。もっとも人が無事だったということはまた別の話ですけどね。ともかくですね、戦争も終わりまして、朝日新聞のこれですね、有名なやつですけど、戦争終結の大勝、これなんて読むんだろうな、なんとか発さると書いてありますが、すみません、ちょっと読めないところは申し訳ないんですが、戦争が終わった後東京はどうなったかというと、まあ、みんながですね、頑張ってそれでもなんとか生きていくということになるんですが、これね、多分新宿だろうなと思って、実際新宿でした。ここ、まあ、山手線とか中央線の線路がありまして、こっちが大久保、新大久保駅方面です。まあ、この辺に小田急とかのね、敷地もあるのかなと。これ多分レールが引いてあるのは小田急電鉄なのじゃないかなと思うんですが、ちょっとわかんない、違うかもしれませんけども、新宿の街はですね、闇市というのが多くて、まあ、このようにもう焼かれてしまったところに、まあ、自然と物が並んでですね、物を売り始めたのが現在の新宿西口のにぎわいの発端とされています。で、現在でも新宿の西口の、まあ、ちょうどこの辺だと思うんですけど、この辺の敷地、ここかな、ここにね、思い出横丁っていうのがあって、当時の闇市のような雰囲気で、建物が残っております。まあ今はさすがにね、そこにあった土地誰のだか分かんないけど、勝手に建てて物を売ってる、そんな闇の商売をしてるわけではなくて、ちゃんと管理はされてるんですけども、しかし当時のね、建物の、雰囲気はよくね、感じられますよ。こんなものをこうみんなで粗末な声を立てて、頑張って一生懸命商売をしていたわけです。現在は多分小田急デパートとかあるんじゃないかな。多分これあれですね、小田急じゃなくて路面電車が何かかな。で、その後さらに新宿は浄水場の跡地なんかをね、全部売ったりとかしまして、どんどんにぎわいを高めていくということになります。あ、これ新宿の闇市の模型がこんなところにあるわ。現在でもね、こんな雰囲気で、まあ、いる人たちの雰囲気は違ってね、もっと明るいですけれど、行くとこういう風にやってるんですよね。あれも本当よく残してくれてるよなと思うんですが、新宿とかですね、副都心のあたりの戦後の発展の話になるわけですけども、まずここにですね、戦前の路面電車の地図、東京市電車、東京都電車、都電の路線図があります。今では荒川線しかありませんけども、このあたりからですね、箕輪から出ている荒川線ぐらいしかないわけですが、昔はもうこんなにいっぱいありました。そしてですね、例えば面白いのは東京駅ですけれど、ここに東京駅があるんですが、東京駅の前に、ね、2つの路面電車の駅があって、乗車口駅と降車口駅というのがあります。当時の東京駅の丸の内駅舎は、現在の丸の内南口からお客さんが乗って、降りるお客さんは丸の内北口からしか出られないというかなり不便な構造になっていまして、でその関係で路面電車の駅も乗車口駅と降車口駅と2つ設けられるほどであったと、まあ、これ面白いかなと思います。でこれほどにぎわっている東京駅のこの周辺の反対側ですね、まあ、球場を越えた向こう側になると、
路面電車の路線もですね、随分まばらになってくる。で、例えばこちらですが、池袋を見ると、これは今現在ね、世界で2番目の、有数のターミナルということになってますが、武蔵野電車、西武鉄道と東武東上線、それがですね、2つ乗り入れてはいますが、路面電車は来ません。それに対して1個お隣の大塚は、まあ、デパートなどあって栄えていたところだったんですが、実は昔の池袋は戦争が終わって、戦争する、ちょっと前ぐらいまでかな、結構ね、田舎のところだったそうです。で、まあ、池袋じゃなくて本当はもっと別のところに行きたかったんだけど、池袋止まりにならざるを得なかったという東武線などがここを一生懸命開発しまして、そしてもともと何もなかったから開発もしやすかったので、たくさんですねそこに人が集うようになって、街がかえって、もはやこれ以上開発をするのが難しいという東京の都心方面よりも発達することになったわけです。新宿とかもそうですね、西武新宿線とかね、いろいろ乗り入れて京王線、小田急線と来る、この新宿ですけれど、ここもやはり路面電車の来る、その路線網はまばらです。やはり渋谷もそうです。これをここへ乗り入れる各施設が、自分たちの財力を使って発達させていったことで、むしろこちら側よりも、数多くですね、世界1位の駅新宿、世界2位の駅池袋、そして、世界3位の駅渋谷と立派なものができてですね、そして、そこが新しい街として今日ではむしろ発展するようになっています。まあ、戦争終わって最初は大変だったと思うんですけど、その後は構造成長、オリンピックとか、まあ、こんなのはね、皆さんもご存知だと思うんですが、せっかくなんで前のオリンピックのやつとかね、ちょっと見てみようと。こんな立派なものあるなと。これはね、複製資料だそうでしたが、まあ、でも前の時からでも随分いいポスター作れるんですね。こういうね、なんか昔のやつとか、またリメイクしてくれたら嬉しいなと思うんですけど、皆さんご存知のようにこの時にですね、東京オリンピックやるから、じゃあこういうものを作ろうと、できたものは、例えば、東京モノレール、首都高速道路、東海道新幹線、国立競技場とかですね、日本武道館で書いてあるのを読んでるだけですけども、当時作られたレガシーとされるものが現在私たちも、利用して便利になっている。特に首都高なんかは、オリンピックの時に突貫工事で作ったもので、その後の東京の発展にかなり、役割はあったんじゃないかなと思います。これは本物みたいだな。聖火を安全に運ぶための装置だそうですけど、この間ね、JAL と全日空が一緒になって飛ばしたギリシャから聖火持ってくる専用機も、なんかこういう、もっと違うやつかもしれないけど、これ持ってきたんですね。また聖火リレーやってくれるんですかね。やってくれたら嬉しいけどな。ちょっとどうなのか分かりませんね。で、戦後のね、いわゆる文化住宅っていうのかな、近代的な住宅の形ですけども、うちの祖父母が前住んでた家はこんな感じの住宅でしたが、見ての通りって言いますかね、ごく普通ですよ。これね、ひばりが丘団地ってことですけど、これ昔用事でタクシーでこのひばりが丘団地の脇通ったことありますが、外から見るとね、めちゃくちゃボロいんですけどね。まあでも椅子のデザインなんか随分古そうですが、大体 1LDK か 2LDK のこんな家にですね、みんな住んで国民総中流ということになったんですが、特徴としては多分もうこのね、ふすまよりこっちはもう江戸時代とはそんな変わってないんじゃないかなと。向こうに洋風のスタイルが入ってきたっていうのが多分大きな特徴なんだろうと思います。ちなみにこれが作られたのは1960年代ですけども、大体これから遅れること数年にですね、やっと私の生まれておりました板橋塾もですね、東京都心のベッドタウンとして、こういう感じの建物を大規模に建てまして、立派な高島平団地というものになっております。そうそう、こういう感じですよね。こういうの見ると私は安心しますけどね。なんでですね、そんなものをじゃんじゃん作っていたのかと言いますと、江戸時代の頃から東京はすでに人口100万人を超える世界でも稀な大都市だったんですが、いよいよですね、1960年代頃から東京の人口が右肩上がりにうわーっと増えます。集団就職とかね、そういうんで東京に人が流れ込むような仕組みまで作られていきまして、でそれに対応してね、こんな立派な団地が一気に作られて、もっとですね、総中流のような家が生まれることになったわけです。ちょうどその頃ですね、東京の都心に遠方から通勤をするということがかなり普通になりましたんで、直通するような地下鉄電車も数多く作られて、これ1965年の時の地下鉄の路線図だそうですが、まだまだね、当時の地下鉄は出来かけですよ。例えば浅草線は大門までしか行っていなかったし、これなんかね、東西線がようやくこの区間で出来始めたと。銀座線はそれに対して早いですよね。戦前から浅草渋谷間の運転をしていたぐらいですから。ちなみに当時のね、ポットがここに飾ってありますけど、ポットの販売の多分販促用のやつだと思いますが、昔のポットってやたら花柄のやつが多いですけど、相当これが主婦に受けたんでしょうね。
またその右側にあるのは首都高の路線図で、まだねオリンピックの時には都心環状線も全部は通ってなかったみたいですね。渋谷線もほんのわずかにだけ通っているということでしたが、まあ、このまだですねしかし頼りない東京の地下鉄の路線図も1970年代になると、まあ、こんな立派になりまして、三田線もできたしね、都営地下鉄もかなり大部分が開業して、首都高もですねもう都心環状線は立派にできてるし、周りもさまざまなところがつながるようになって、あれかな、まだ中央環状線の方がつながって都心環状線はまだできてないのかな。60年代から70年代までの変化のほどに随分目覚ましいものがあるようでして、もともと学校給食というのはね、戦後子どもが食事を満足にできないと良くない、カロリー摂取少なくとも死なないように栄養補給させてあげなければということで、例えばカロリーを高めるために油で揚げた揚げパンとかそういうのが普及したようなんですけど、60年代の給食はこれですが、今から見るとねふざけてんのかなと思ってしまう。脱脂粉乳の、ね、牛乳は私の祖母から聞きましたけれどまずかったそうですね。牛乳とおでんと揚げパン全部合わないじゃないか、どう言ってもねダメな、もう負のトライアングルになっておりますが、多分栄養はまあとりあえず取れるんだろうな、これで牛乳と揚げパンも栄養豊富だろうしね、まあちょっとこんな食事はしたくないけど食えないよりはマシかなっていう感じですが、これが70年代になりますと随分改善しまして、デザートのメロンまでついてね、それから真ん中のところ、これチーズのちくわみたいなやつの周りに入っている細々としたやつは、将来もしかしたら食料が足りなくなるんじゃないか、当時いろいろ危険視されてたんですがね、オキアミが中に入ったそんな食べ物だそうです。オキアミは食いたくはないけど食べ物がないんだったらしょうがないですかね。この辺りまで来るともう随分今の給食と同じような感じなのかなと思いますが、器がこれは瀬戸物なのかな、プラスチックにも見えますけどね。80年代の給食はこんなだったそうですが、そうなのかな、ともかくお盆が周りがプラスチックになって、その代わりに器はプラスチックから瀬戸物に戻ったのかなというふうに見えます。まあ、私はね中学の時に聞いたのでは、中学校ではもう給食でプラスチックの容器を出すとなんか溶けたりして危ないとかいう話があるから、だから瀬戸物にしますというふうにね学校では説明が受けてたんですけど、私が出た中学の入れ物はプラスチックだったんですよね。みんなが荒れ回ってて容器をボコボコにぶっ壊すからね、なんだそれだと思いながら聞いてましたけど、いろいろ大変なこともあるもんです。90年代になりますとこれがこんなのになったって言うんだけど、あまり何かどう変わったのかよくわからないし、まあ、2000年代の学校給食なんか私も食べましたけど、こんな豪華だったかなという気もするんですが、まあそれは場所によるのかもしれない。ともかく私が思うのはね、この60年代から70年代までのこの変化はこれ相当だったんだろうなと思いますね。まあ多分東京に限ったことではないと思うんですけど、こっから先は私が見る限りは別にそこまで変わらないですもんね。まあ70年代には今の私たちの生活の基本ができてたのかなと思うんですが、当時生まれた方はどうお考えでしょうかね。また1980年代なんてなりますと、もう物流のですね方法がかなり変わってきてまして、自動車ももう ほとんどのところで使われるということになり、鉄道の地位がどんどん低下してきました。そしてここにですね存在していた両国駅を取り壊し、お隣の両国国技館、さらにその奥に江戸東京博物館などが建設されるということになったわけです。もともとここも両国の駅があったところでしたが、鉄道の衰退の時代の象徴が両国国技館と本館江戸東京博物館と、そんな風に考えることもできるかと思います。この江戸東京博物館ね、撮影に協力してくださっているのはこんな失礼なこと言ったらよくないかもしれないんですけども、ですね、ここに展示されているのはね2005年における東京の地下鉄、2005年の首都高ということで、まあ、どうも2000年代で止まってるようですね。実際にはもう私たちが今生きているのは2020年代ということですから、ここにもしかしたら2010年代がいつか入ることになるのかもしれません。まあ、とりあえずねこの動画は大体この辺までで終わりにさせていただければなと思いますが、まあやっぱりあれなのかな、最近になって意外と変わってないのかなというような気がしますが、どうなんでしょう。まあたった50年間の間のことをね長々と紹介するってことも難しいのかなと思うんですが、でも辿ってきた道を振り返るとね、一歩一歩元へ辿っていくと、確かにさっきの江戸時代のところからずっと歴史が途切れずに続いてきているということが感じられます。面白いですよ、全部ね順番通りに行くとね、あ、知らないうちに現代の日本になってるなと、江戸時代からというのがねこう分かる。この面白いところなかなかないと思いますんで、入館料安いですからね、ぜひ皆さんもね来てみていただければなと思います。まあ、特に東京の方ですね、これを見ると、あ、東京というのはこういうところだったのか、もっと東京のねいろんなところに出かけたくなる博物館、それがこの江戸東京博物館という私の感想です。
じゃあすみません、これで全部見てね終わりにしようと思いますけども、楽しんでもらえたらまず幸いですが、何度も言うようですけどね、安いと思うんですよね。じゃあとりあえずね、来てね、見ていくだけでもいいと思います。ぜひ東京においでの際はね、お立ち寄りになって、昔の東京のことなど、知ってもらえればいいかなと思います。あとこの動画見てね、動画の内容面白かったら、いろいろこの中で紹介した動画が皆さんにあったと思うんですけど、それぞれについて調べれば、実際の東京ですね、私が自転車帰国を漕いで撮ってきた動画がありますので、ぜひそれも見ていただければと思います。他に何か言うことあったかな、なんかね、言わなきゃいけないことあったような気がするんですけどね、なかったかな、大丈夫かな、心配なんですけど、多分大丈夫だと思います。皆さん、長々とご視聴いただきましてありがとうございました。